ボロディミル・フロイスマンは、ウクライナの政治家、同国首相。氏名は、ボロディミル・グロイスマンとも表記される。父親の経営する会社で役員となった後、2002年に、地元ビーン・ヌイツヤ市議会議員となり、2006年3月から2014年2月までの8年間、ビーン・ヌイツヤ市長を務めた。市長退任後、2014年2月から11月まで、ウクライナ副首相と、 地域開発担当大臣を兼務、2014年11月に、ウクライナ最高議会、ベルホーブナ・ラーが議長となる。2016年4月、ヤツェニク首相退任に伴い同国首相に任命された。親王派で、ペトロ・ポロシェンコ大統領の側近として知られる。1978年1月20日、ウクライナ中西部の都市ビーン・ヌイツヤのユダヤ人家庭に生まれる。 1992年14歳の頃から工場労働者として働き始め、1994年には父親の経営する民間企業屋で16歳ながら営業部長の役職に就いた。2002年のウクライナ地方選挙でビーンヌイツヤ氏第29区から同市議会議員に当選。市議会では人権、合法性、 議員活動倫理常任委員会の副委員長を務めた。2003年、ウクライナモップを卒業。2005年11月25日、ビーンヌイツヤ市議会議長と市長代行に選出される。2006年3月26日のウクライナ地方選挙で、史上最年少の28歳でビーンヌイツヤ市長に当選した。2010年10月10日の地方選では、政党。 ウクライナの両親の候補として主張に出馬、77.81%の票を得て再選された。なお、ビーンヌイツヤ氏には、ペトロ・ポロシェンコの経営する菓子メーカー、ロシェンの大工場があり、フロイスマンの異例の昇進の背景には、フロイスマンの父とポロシェンコの父が友人同士であった、ことが背景にあるとする報道もある。2014年2月27日、 八ツェニク内閣で副首相兼地域開発大臣に任命される。2014年7月24日、連立与党の崩壊を受けて、八ツェニク首相が辞意を表明した際、翌7月25日から、フロイスマンが首相代行を務めた。なお八ツェニク辞任決議は、 同年7月31日の最高議会で450名中16名の賛成しか得られずに否決されている。2014年10月のウクライナ最高議会選挙で、フロイスマンはペトロ・ポロシェンコブロックで名簿上位10位内の候補となり、国会議員に当選した。2014年11月27日、ウクライナ最高議会、ベルホーブ・ナラーダ、第一回会期において、 フロイスマンは423票中359票を獲得し、最高議会議長に選出された。2016年4月10日、国民の不満と政権を取り巻く不正行為疑惑を背景にェニク首相が辞意を表明。2016年4月14日、賛成257、反対50で最高議会の承認を得たフロイスマンが、 第16代ウクライナ首相に就任した。2019年5月20日に、ポロシェンコ大統領が人気満了で退任したことを受け、翌21日、首相を22日付で辞任すると表明。2019年8月29日に首相を退任。帰婚で、娘が2人、息子が1人いる。生まれ故郷、ビーンヌイズ屋にある、ユダヤ人コミュニティのメンバーである。 フロイスマンの祖父イサークはナチス兵に墓穴に投げ込まれた際、死んだふりをしてホロコーストを生き延びた。フロイスマンは以下の賞を受賞している。ありがとうございます。